やるな、人のを。せこい、それせこい。どこ、どこ行った、あ、やばい、やろやろ、せーの、おーい。またゲームロイヤルミルクティー、うん、美味しいです。タピオカも大きいですよね。本当ここ人気で、一回と街に連れてきてもらって、すごい美味しい。タピオカだけあるのか。いや、他にもフレーバーアイスティーとか、スラッシュスノーバグとか、ボッカ、プリング、ジェリー、いろいろあります。今日何が一番楽しかった？何が楽しかった？ゲーム、あれじゃあゲームあるとこ行った方がいいね。動物園か遊園地か、どっちが遊園地か。確かにアメリカの遊園地ってどんなんなんだろう、行ったことないです。どっか行きにそうとか知ってた。あったよ、じゃあめっちゃ高いから。あったね、明日空いてるか調べてみよう。有席少年、読むスピード速くない？好き。20世紀少年があります。あれがアメリカのあれあれ。いいねいいね。いいんじゃないそれで。パジャマっていうほどあれじゃないでしょ。パジャマ。今から行くのはどこですか？プールです。プールとジャグジーです。やった。やった。もう一回もう一回。やった。イエーイ。よかったね。今日達成した。今日バッチリですね。ショッピングもできたし、岩見れて、最高かもしれない。今日いいね。ね、明日もこの調子で。どういう服？何色か。楽しみましょう。泊まってるホテルこんな感じです。いやーすごいいいホテルで、クラウンプラザホテル、デンバーインターナショナルエアポートっていうところなんですけど、いいですよね。ツインルームで。で、まあちょっとあれだったのが水が有料なんですよ。コーヒーは無料なんですけど、それがちょっとあれって思って買いに行きました。あとは、あ、冷蔵庫がないんですよ。冷蔵庫がない代わりにこのクーラーみたいのがあって、ここにこうやって物を入れて冷やしています。テレビは、1個あります。以上です。それでは。